いや、申し訳ないです。絶対ふざけてるでしょ。いや、ふざけてないです。すいません、電話出れなくて。なんか。はい。なんか。電話出れなくて、本当に申し訳ないです。プレイ中でした。でもなんか。でもですね、抜いてないですね、完全に。だからそれを言うのにちゃんとしきあります。ジャスティスさんです。ふざけることしかできないんですよ。すいません。抜きなしなんですよ。それをだとしてもそれをなんか普通に言える意味がわからない。ああ、そっちか。抜いてないんですよね。で一応横浜のほら中華街とか。そっちの事情とかも、アロマ嬢だったら全部知ってるってんで、一応ジャーナリストとして行ったんですよ。やっぱり今、中華街は人がいないみたいです。ああ。なんか武漢から帰ってくる親戚とかを見たら怖いってんで、なんか今、すごい観光鳥に入ってるみたいです。その情報は仕入れましたからね。ああ。うん。だから中華街に行かなくてもそういう情報は今手に入れてきたと。ああ、うん。でまたあれだよ、配信なしで、しかもまた嘘ついてんだからね。え、また嘘ついてるでしょ。嘘はついてないです。嘘はついてないですね。電話したじゃん、それで。ええ、出ないんだ。プレイ中でしたね。その前にもかけてるからね。すいません。すいません。うん。この間なんだっけ、いつだっけ、やらかしたの。いや、いつもやらかしててよくわかんないです。覚えてないです。いつでしたっけ。ああ、ここちゃんドンチキジャスティス。嘘じゃないです。冗談です。エア冗談です。そうでしょ。エア冗談ですよ、これ。冗談です。おとといやらかした。みんな出してきた。え？ちょっと待って。ちょっと待って。切るわ。え？ちょっと待って。一回切る。ちょっと待って。切る。あ、ゆうこくさんドンチキ2発ナイス。上げてこー、上げてきましょう。横浜中華街って気になりません？でも俺気になってるんですよ、横浜市民として、うん。あ、徳目さん北極も10個ナイス。ドンチキナイスジャスティス。気になりません？これ事件ですからね、これ。うん、事件ですよ、これ。だって横浜中華街、これ人がいないらしいですよ、今。車で流してみますか、どんな感じなんだろう。うえーい、招き猫ドンチキジャスティス。キワキワ成長つ。あります。キワキワ攻めましたよね。で、あんまりここのアロマ嬢あんま攻めてこないです。全然。力入れてわざと勃起させて、紙パンツをこう、破ろうとしたんです、俺が。横から出ねえかなと思って、ワンチャン。出ないんですよね。勃起させたんだ、思いっきり力入れてね。集中して、出ないです。パキパキってなんか紙パンツがこうテント張ったのが分かったんですよ。それだけですよ。全然攻めてこないです。面白くなかったです。やっぱり警官さんドンチキア出す10個そうなんですよね。アメガホン30からです。攻めてこないとやっぱり破けないんですよ。それがしかも俺ケツでかいじゃないですか。めちゃくちゃ痛かった、横が。うん、はるかさん怒ってる？いや怒んないでしょ、だって締め付けられちゃって。うん、アロマセリーヌだね、やっぱり。あそこ超える店がないよ。まずメンズエステ、やっぱり九州行かないとダメだ。あそこ行っちゃうともう全部ゴミに見えちゃう。うん、際どいのがいいのよ。だからアロマセリーヌ勝てるやついないよ。だってまずアロマオイルが冷たいんですよ。あのね、アロマセリーヌはね本当にあったかいのよ、アロマオイルが。そこでもう意識が違うなって。うん、あそこ最高だよ、九州博多アロマセリーヌ。ぜひとも皆さんに行ってもらいたい。最初から極上行っちゃったから、 K 君のとこ行ってもらいたい。うん、人肌の温度にしてくんねえとね。そうなんですよ、冷たいのよ。横浜中華街ちょっと行ってみます、どんな感じか。車の中ですけどどんな感じなんだろうね。今降りないですけどね、武漢の人がいるかもしれないんでちょっと流しますか。え、もう帰ってこなくていいよ。なんでサイレン鳴ってる。だから横浜はやばいよマジで、ほんまに。行きます。やばいよね。激横ポンプやめてよ、嘘でしょ。いや待って、ジャーナリストなんで僕ちょっと横浜の今をね、政府が発表したじゃないですか。まあまあ高えな。おい、1600円。本当にこマジで領収書の必要な方は領収書ボタンを押してください。横浜なめんのよ。いやなめてないです。またのご利用をお待ちしております。なめてないの。領収書をお取りください。横浜なめんなよってやつが大体横浜育ちじゃないっていうね、あるあるっす。あたかも私横浜ですけどみたいな、横浜風吹かしてくる人ね、いるじゃないですか。じゃあ行きますよ。じゃあ横浜今どうなってるか行きますよ。ほらこれ横浜ですよ。これちょっとあれ服か、ちょっと汚ねえなこれレンズが。うわー、50個ありだせ。フラミンゴ当店は風俗店ではございません。50個ありだす。すげえありだす。そうなんですよ。だからね、アロマオイルのマッサージって風俗じゃないんですよね。うん、ロックダウンされてるんで今、うん、人いない。まず体当たり取材なんですけど、それにはアロマオイルのメンズエステ行ってきたんですけど、まあ気持ちよくなかったですよ。うん、全然ブスだしね。しかもはるかのが可愛いし、うん、誰もいないです。だからこれですよ。だから、うん、全然気持ちよくなかったよ。うん、下手くそでしょ、ブスだし、全然気持ちよくない。損したね。やっぱねえ、北川さんだよね。やっぱり北川さんが一番うまいしエロい。あそこだわ。極上一回行っちゃうと、本当それを超える店が現れない限り全部、満足できないんだよね。これ今から行きますから、横浜中華街、1.6キロで、あ、分かる。もうここまっすぐで日本三大スラム、あ、寿町分かるんだ。もうよく分かるね。ここで、あ、キリンさんです。ナイス。寿町って分かるのも、ここがどこか分かってんのも。中華街なんて意味あんの？だから中華街って人で賑わってるじゃないですか。今はどうなんだろうっていう、小池さんがああやって発令したじゃないですか。夜の街はもう行かないようにってね。都内では。横浜どうなんだろうって。ほら、人が歩いてないですよ、まず。これ昔よく行った。いや、風俗はちょっと行けないですね。風俗はちょっとはるかいるんで、中華街っつったらもう人がねにぎわってる街じゃないですか。ちょっと行ってみようかなと。人いない？本当に全然いない？深夜だと？いや、いるでしょ。人全くいないですよ、これ中華街。あと3分で着きますけど、これ車が、そうこれが今のこれ横浜ですよ。店もやってない。嘘でしょ。やっぱりそれコロナの影響なんですか、それ。寿司三昧しか開いてない。マジで？ちょっと行ってみますよ。あと、いや、時間的に、いや、寿司三昧は行かないですけど、あ、もう間もなくですね、これ。あ、これ両方行けんの、この道。あ、一通だったんだ、これ。これ抜かされちゃったよ。あれ、これまっすぐだ。こっちだ。よくわかんないですね、横浜の道がね。難しいわ、道が。お先に失礼します。おー、花火ドンチキ。いや、まだですよ、始まったばっかなんで。特命さん、ありがとうございます。まだ始まったばっかり。今始まって19分だから、まだダメですよ。ナイス。マンスリーポイントもね、重要になってますから、今日までね。メガホンとか余ってたらお願いします、マジで。横浜中華街の闇を今暴きたいと思います。今日最終日なんでお願いします、皆さん。もしよかったら応援の方ね。よし、これ曲がったらもう中華街か、これ。ああ、中華街だ、これ。やばいよ、これ。どうなってると思います？これ。KPR です。お願いしますね。100個100個あれです。サルサルです。おい、KP までです。ブーセナイス。もう中華街ですよ、これ。中華タウン。これ左曲がったら、あー、来た。これ車で行っていいの、これ。中華街来た、これ。中華街来たこれ。うわ、ニーハオ。